のお話は、仲良しグループからいじめられている女の子を発見した神道寺、いじめをやめるよう忠告するものの、次のターゲットは神道寺に。一体どうなっちゃうの？この動画が面白そうと思った人はチャンネル登録と高評価をしてね。それでは本編スタート。いらっしゃいませ。唐揚げちゃん、揚げたてですよ。ねえ、マジ最近お小遣い減らされて何にも買えないんだけど。そうなんだ。マジウケる、かわいそう。でもさ、ちょっとお腹すいて、コンビニなんか買いたくね。わかる、唐揚げちゃん食べたい。そうだね、唐揚げちゃん食べたいよね。キノコもお腹すいちゃった。でもどうする、お金ないしさ。そうだね、キノコもあんまりお小遣いないからな。じゃあやっちゃう。そこ、もうその足パクっちゃおう。パクるってどういうこと？わかんないの？万引きだよ、万引き。何言ってんの、あんた。みんなやってるし。ダメだよ、先生に怒られちゃうよ。あんた、うちらのグループから外すよ。やだやだやだ、外さないで。てか、キノコ、あんた行きなよ。キノコが行くの？バレなきゃオッケーっしょ。確かに、キノコ最適じゃね。なんで私だけ行くの？キノコ怖いんだけど。練習、練習。唐揚げちゃんだっけ、取ってくればいいんだね。よろしく。私レッドね。レッド味がいいから。レッドね。私、北海道。北海道の限定のやつってこと？そう、北海道チーズ。北海道チーズ、よかった。ちょっと行ってくるね。大丈夫かな、もうそう。万引きなんて。いらっしゃいませー。葵ちゃんだ。いらっしゃいませー。葵ちゃん。きのこちゃん。こんにちは。こんにちは。何？買い物？葵ちゃん、ここでバイトしてたんだ。そうだよ。ちょっと欲しいものがあって、見てるだけだから大丈夫。そうなんだ。ねえ、唐揚げちゃんがね、今ね、揚げたてなんだよ。買ってかない？そうなんだ。揚げたてなんだ。わかった。葵くん、ちょっと裏来てくれないか？ごめん。きのこちゃん、店長に呼ばれたから、ちょっと葵行ってくるね。わかった。なんですか？よし、今がチャンスだ。よし、とりあえずこれと、これと、よし、これ、オッケー。よしよしよし。なんだよ、もう。そんなことで呼び出してさ。おっと、危ない。よいしょっと。葵ちゃん、またね。バイバイ。帰るの？バイバイ。またね。バイバイ。よしよし、大丈夫かな。レジ袋、あれ。ここか。よいしょ。ねえ、取ってきたよ。あんた遅くない？ごめん、遅すぎ。はい、これ、これだけレギュラー、はい。はぁ？あんたさ、私レッドって言ったよね。レッド間違えちゃった。ほんと、つっこえないの。それな。なんだっけ、これスライム、ドラクエコラボの唐揚げちゃん。は？北海道チーズって言ったよね。そうだっけ？記憶力、あんまなくて。でもキノコ自分の買ってきたよ。買ってきたね。取ってきたんだ、これも。うわ、自分だけいいやつ取ってんじゃん。マジありえねえんだけど。それもよこせよ。でもキノコもお腹空いてるから。何自分だけいい思いしようと思ってるわけ？それな。何言ってんの？脳みそキノコかよ。それな。次の日。やべやべやべ、遅刻だ遅刻だやべ。
まずいまずい、大丈夫か、出てきてない、よし、セーフセーフ、しんどい選手セーフセーフセーフじゃねえよ、いって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 、セーフだろ、どう考えてもセーフだろ、いやもう予定なったし、先生ももう朝のホームルームやっちゃいました、マジ早くない、なんかさ、フレックスタイムみたいなないのこの学校、ねえよ、ないの、何言ってんの、社会に出る前に一回みんなで同じ時間に登校しましょうねっていうのを練習するためにやってるんだからさ、フレックスタイムなんてあるわけねえだろバーカ、なんだこいつ、なんでこんなまともなこと言ってんだ朝から、うぞー、いつもふざけた顔してるくせに、よお前に言われたくねえよ、いた、もう痛いの、あれお前の席、あれピン子ちゃんだよね、まだ来てないの、今日休みなんかな、ね、来てないよね、ねえ葵ちゃん最近さ、コンビニのアルバイトどうなの、え、いやそれがさ、うん、昨日なんかしこたま怒られてさ、え、なんで怒られたの、なんかね、昨日唐揚げちゃん作ったんだけどさ、数が合わないって言うんだよ店長が、え、葵ちゃん食べちゃってんじゃね、もしかして、いやいやいや違う違う違う、昨日は食べてなかったんです、本当に、おはよう、お、きのこちゃんだ、ん、きのこちゃんおはよう、ほんと、きのこちゃんおはよう、金藤寺くん、葵ちゃんおはよう、もうホームルーム終わっちゃったかな、うん、終わったよ、あ、大丈夫大丈夫、セーフ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 じゃねえよ、え、セーフじゃないの、珍しいね、きのこちゃん遅刻なんて、ねえ、うん、ちょっと体調悪くて、あ、そういえばね、きのこちゃん昨日ね、モーソンに来たんだよね、あ、ごめん、そうなの、殴っちゃった、ごめんね、おいおい、泣くんなって、きのこちゃんかわいそうじゃん、ちょっと興奮してしまいました、痛いよ、昨日はねコンビニで欲しいものがなかったから帰っちゃったんだ、ごめんね、うん、いやでね、そうだそうだ、うん、でその唐揚げちゃんをさ、青が食べたって店長が怒るんだよ、いや葵ちゃんが食べたんじゃない、いや昨日は食べてなかったんだって、昨日は、うん、昨日はって他の日で食べてるってこと、いや違うよ、ちゃんと青はあもうこれは廃棄になるだろうなっていう時間を狙って食べてるから、廃棄だとしても最近ダメだろコンビニ食べたら、あれひのこちゃんどうしたの、あ、いやちょっとお話気になっただけで、唐揚げちゃん美味しいよね、うん、ママの大好きね、美味しいよね唐揚げちゃん、何味が好き、やっぱスライム味じゃない、あ、スライム味いいよね、うん、え、きのこちゃんは、え、ね、私は、何でも好きかな、そうだよね、唐揚げちゃん何でも美味しいよね、わかるわかる、俺いろいろ入ってるやつが好き、あれね、作るの大変だからもうあんま出ないでほしい大変なんだ、あ、そろそろ先生来るんじゃない、みんな、あ、どうしようどうしよう、やっぱり唐揚げちゃんなくなってるのバレてるよね、あ、体調悪くなってきちゃった、どうしよう、あ、どうしよう、最近女子グループいにくいな、もうでも万引きしたくないよ、あ、でもな、ゲソミちゃん怖いんだよな、怒ると、あー、ゲソミちゃんに言われたら万引きもしないといけないし嫌だな、おい、え、キノコ、え、ゲソミちゃん、お前聞こえてっかんね、え、キノコ何も言ってないよ、はぁ、お前今言ってたの聞こえてっから、マジでふざけんなよってね、お前さ、あんま調子乗ってっとさ、容赦しねえから、どういうこと、うわー、なんで水、へぇー、やめてよー、やー、もうびしょびしょだよ、最悪だよ、へぇー、すっきりした、すっきりした、あれきのこちゃん、どうしたの、あ、金藤寺くん、めっちゃびしょびしょじゃん、大丈夫、大丈夫じゃない、どうしたの、それが、ゲソミちゃんに水かけられちゃって、トイレで水かけられたの、それって、
いじめられてるってこと？どうなんだろう。でも最近ひろこが入ってる女子グループから当たりが強くて。あーそうなんだ。いやでもいじめは良くないよ。よし分かった、この俺に任せて。え、どういうこと？俺がゲソミに話をつけてやる。え、ゲソミちゃん怖いよ。あの女子グループはこの学校でもカーストかなり上の方だから大丈夫かな。大丈夫大丈夫、カーストで言ったら俺は王子だからナンバーワンだよ。そっか、分かった。じゃあお願いします。もういじめられたくないよ。へえ。よしよし任せて、ひのこちゃん。じゃあ俺行ってくるから。ありがとう、しんの自分。てかさ、マジ聞いてよ、キノコマジウケたんだけど。え、なになに？あっちさ、なんかさ、トイレでブツブツ言ってっからさ、うっせーと思ってさ、上から水かけてやったんだよね。え、マジ？寒そう。マジ、トイレで繁殖したらどうしよう。おい、ゲソミ、ゲソミどこだ？マジウケるよね。おい、ゲソミ、おい、ゲソミ。なんかよ。お前に話がある。え？何？ゲソミ、お前キノコちゃんのこといじめてるだろ。はぁ？何言ってんのこいつ。知ってんだぞお前ら。キノコちゃんに水かけただろ。あんさ、証拠でもあるわけ？濡れてたんだよキノコちゃんが。自分で被ったんじゃねえの？あいつキノコだし。確かに。そんなわけないじゃん。トイレでびしょびしょになるなんてありえないって。ゲソミの声が聞こえたって言ってたよ。はぁ？勝手に加害者にしないでくれる？何？ヒーロー面？なんかあんたもしかしてキノコのこと好きな？絶対そうじゃん。違う、そんなんじゃない、そんなんじゃない。同じクラスメートだろ、やめろよ。はぁ、もううっさいんだけど、どっか行ってくんない？行った。今後キノコちゃんにあんなことすんじゃねえ、もう近づくな。あーはいはい、分かった分かった、どっか行ってくれる、うるさいから。じゃあ今後キノコちゃんのこといじめたりすんじゃねえよ、分かったか？はい、うるさいうるさい、もう早く帰って。絶対だぞ。どっか行ってくれる。くそうざ。あいつはキモ、キノコのこと絶対好きじゃん。かっこつけてるよあれ。いやマジダサ。次の日。やべやべ、今日も遅刻だ、まずいまずい。どうだ、大丈夫か？セーフ。アウト。セーフ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 。いや、全然アウトでした。え、なんで？ホームルーム終わったのでした。マジ？ホームルーム何秒やってる？いつも大体3秒くらいだね。早っ。先生適当だから。早すぎんだろう。しんのじ、今日も遅刻か。まったく困ったやつだな。ホームルーム終わりだから感じだもん、最近。早くね、それ。そんな感じだから。マジかよ。お、きのこちゃん、大丈夫？え？何？なんかあったの？あ、しんのじくん、おはよう。昨日はありがとう。え、なに？なになになに？なんかお熱い感じですか？いや、まあ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 、そういうことだよね。いいの？こんなやつで。こんなやつでいいの？まおみちゃん、違うよ。実はね、昨日、まさみちゃんたちにいじめられてて、しんのじくんが助けてくれたの。え？そういうことだ。しんちゃん。なに？大丈夫？え、大丈夫って、俺がゲソミに話しつけてやったよ。もうキノコちゃんに近づくなってな。いや、しんちゃん。え、なになになに？女子は怖いから。え、あんまり口出さない方がいいよ。え、そうなの？あお、知らないよ。大丈夫大丈夫だって、俺がもうバシッと言ったから昨日。大丈夫だって、もうな、俺はね、この国の王になる男だからね。まあ、そういうんだったらいいけどさ。ね、キノコちゃん。ありがとう。何？なんでため息ばっかついて。大丈夫だって。まあ、大丈夫なんだったらいいけど、王は知らないからね。大丈夫、大丈夫。
お、もう授業始まるんじゃね。次の教科書、教科書、次なんだっけ。次、理科の授業とかじゃなかったっけ。理科か。え、ん、ええ、どういうこと。どうしたん。これ、え、俺の置き勉してた教科書がなんか切り刻まれてるんだけど。え、ほんとだ。大丈夫、しんどじくん。うわ、やばくない。すごい。え、誰がやったの、こんなこと。すごいじゃん、しんちゃん。え、もしかして。え、マジ、ゲソミたちがやったってこと。え、そんなことする。え、マジ。いや、でもあの子たちなら前キノコも髪の毛切られてたりしたから。やばいな、マジか。いや、まあまあ、でも大丈夫大丈夫、こんないたずらだよ。大丈夫大丈夫、まあ理科の教科書なんてね、買えば大丈夫だから、うん、全然効かない効かない、俺には。大丈夫かな。ほら、二人とも大丈夫だって。ほら、席つきな。俺のことは大丈夫、気にしないで気にしないで、余裕余裕。あの教科書の中身なんて頭にインプットしてるから。なわけないじゃん。でも、まあ、ゲソミたちのせいとは限らないからね、まだ。まあそうだね、そうそうそう、まあ証拠とかないしね。しんちゃんが勉強嫌だから切り刻んだって可能性もあるしね。なわけねえだろ。ほら、いいから、ほら、授業しよう授業しよう、気にしない気にしないで。わかった。はい、それでは授業エンドです。あー、やっと終わった。皆さん、テストも近いので準備を忘れずに。はい、わかりました。 Yes 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 yes。 おー、しんどさん、英語素晴らしい、グッドです。グッドグッド、イエー、褒められた。すごい、あの杖、魔法の杖に見えてきた。そうだ、先生来た。何ですか先生。しんどいさん、葵さん、はい、あなたたち成績がダウンしてますので。え、 Yes 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 じゃねえだろ、おい。 Yes Yes No 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 Yes Yes English Down Yes、 そうなんです、 English Down してるんで気をつけてください。意味わかんねえよ。 Yeah Good 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 Perfect Girl。 そうです。おお、素晴らしいですね。そんなんでいいの、嘘じゃん絶対。ではスタディ頑張ってください。はい、頑張ります。イエスイエス、グッバイグッバイ、どっか行けどっか行け。あ、そうだ、もうお昼ご飯だよ、葵ちゃん、お昼ご飯食べ行こう。ね、青は今日は購買部。あ、そうだ、俺思い出した、俺今日弁当だわ。あ、そうなの、なんだよ、裏切り者かよ。弁当弁当。ねえ、青にさ、うん、もしさ、唐揚げが入ってたらさ、青にさ、2個ちょうだいよ。なんで2個なんだ、欲張りすぎだよ。ちょっと待って、お弁当出すから、お弁当。だってさ、どうせさ、しーちゃんちのさ、お弁当だからさ、豪華なんでしょ。どうかな、ママが作ってる場合は豪華じゃない。でも、コック長谷川が作ってたら超豪華。長谷川さんがいいな。長谷川弁当求む。ドン。え、なにこれ。うわ、ママ弁当だ。いや、ママ弁当にしても、え、待って、なんでこんなぐちゃぐちゃなの。しんちゃんが走ってぐちゃぐちゃにしちゃったじゃない。いやいやいや、そんなことないって。いや、確かに走ってるけど、え、明らかに、だって粉々になってるもん、おにぎりとか見て。うわ、すごいね、誰が作ったらこんな風になるってんだいっていう弁当だね。え、待って待って、やばい、葵ちゃん、ん、もしかしてゲソミ、あいつら。あのさ、しんちゃん、ゲソミのせいにしすぎだよ。え、いや、だってさ、こんなことなかったもん今まで。たまたまじゃないの。本当に、え、マジか。まあ仕方ないな、ね。じゃあ一緒に購買部行こう。え、それ食べないの。え、これさ、なんか足跡みたいのもついてる気がするんだけど、これ踏まれてない？うわ、ほんとだ。なんかホコリとかも入ってるし。だよね、これ食べれないよ、これ。こんなの絶対走ってさ、崩れたとかいうレベルじゃないよ。わかんない。もしかしたらママが落として、あ、やばい、どうしよう、でも間に合わない、入れなきゃみたいな感じにしたかもしんない。葵ちゃんじゃねえんだよ、なきねえよ。もういいよ、はい、購買部行こう、購買部。オッケー、じゃあ購買部行こう。あー、お弁当食べたかったな。
あんでも食べよっかな。ねえ、しんちゃん、ちょっと待って。え、どうしたの？あ、やっぱおしっこ。あ、おしっこ、トイレな。お手洗いとか言って、うん、女の子でしょ？ちょっとおしっこ行ってくるからさ、先並んどいてくれる？やめろ。おい、お腹積むぐらいにしとけ。おしっこ、おしっこ。もう。いや、てかさ、マジさ、やばかったよね。やばすぎるわ。ゲソミ。うわ。うさみ。うわぁ、キノコの彼氏じゃん。彼氏じゃねえよ、ちげえよ。マジさぁ、あんまカッコつけない方がいいんじゃない？それね。お前らさ、もうキノコちゃんに手出してないよな、ゲソミ、ウサミ。安く名前で呼ぶねえよ。もう絶対キノコちゃんに手出すんじゃねえぞ。それに、分かってんだぞ。俺の教科書切り刻んだり、弁当ぐちゃぐちゃにしやがってよ。絶対ゲソミだろ。はぁ、証拠あんの？証拠はないけど。あんまりうちらのせいにしてると、本当にやっちゃうからね。なんだよ、やっちゃうって。あんま調子乗んなよ。いっと！くっそ、あいつら。あー、なんか俺がターゲットにされてるな。放課後。ねえねえ、葵ちゃん。あ？何？これ見て。うわ！ iPhone 15 じゃん。そう、iPhone 15 がさ、なんかバキバキになってるんだよ。すごーい、なんか北斗の剣みたい。そんなこと言ってる場合じゃないよ。ちょっと俺がさ、スマホをさ、机に置いてさ、トイレに行ってた時、こうなってたんだよ。落としちゃったんじゃないの？だから違うって、机に置いててトイレに行ってトイレから帰ってきたらこうなってたんだよ。へえ。あー、やっぱゲソミとウサミな気がする。でも証拠ないんでしょ？そうなんだよ。でもあれだよ、廊下で叩かれたけどね。それはしんちゃんがウサミたちに濡れ衣着せたからじゃん。そうなのかな。だからさ、あんま関わんない方がいいよって言ったのに。確かに、もう最悪だよ。まあ、ゲソミたちじゃないといいね。そうだね、でもゲソミたち以外考えられないけどな。まあ、元気出しなよ。あ、おかげ行くから、じゃね。うん、じゃね。あ、俺も帰るか。絶対ゲソミなんだけどな。あれ、キノコちゃん、どうしたの？あ、新道寺くん、それがね、キノコの靴がないの。え、靴がない？うわ、絶対ゲソミたちだ。待って、もしかして、うわ、俺の靴もない。え、新道寺くんのもないの？どうしよう、これじゃ帰れないよ。あー、やっぱあいつらか。どうしよう。まあでも今考えてもしょうがないな。きのこちゃん、俺が送ってあげるよ。きのこちゃん家まで。え、でも靴がないから、車も何も、ちょっと歩けないよ。うん、まあそうなんだけど、まあ俺のことは気にしなくていいよ。俺がきのこちゃんのことをおぶって帰ってあげるよ。え、おぶって帰る？でも、しんとじくん靴ないし。大丈夫大丈夫。俺の足は、超合金でできてるから、めっちゃ頑丈だから気にしないで。ほら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 、おぶってあげるから。ほら、ここだよ。ここに、ほら、おぶるからさ。本当に？とじくん、キノコのことおぶれるの？大丈夫大丈夫。ほら、早く早く。ほら、来て、キノコちゃん。わかった。ちょっと、うわ、よし、よし。どうだ？おぶれたぞ。すごい、しんとじくん。よっしゃ、任せろ。このまま送ってあげるからね。本当に大丈夫？うん、大丈夫大丈夫、気にしないで。よいしょっと、よいしょっと、よしよしよし、うん。本当に大丈夫なのかな。あ、待って、しんとじくん。どうしたの、きのこちゃん。きのこね、ずっとゲソミちゃんたちのグループから抜けたかったの。だから、しんどうじくんがああやって言ってくれたから、きのこ、すごく気持ちが楽になったんだ。本当にありがとうね。全然気にしないで、大丈夫大丈夫。当たり前のことしただけだから。きの
か新藤塾のこと見直しちゃったかも。え、本当に見直した？うん。よーし、じゃあちょっと全速力で帰るからね。行くぞー、帰るぞー。次の日。よし、今日は遅刻じゃないだろう。大丈夫大丈夫。ふぅ、おはよう。お、おはよう、しんちゃん。今日は余裕持ってきました。当たり前だよ、何偉そうに。いや、ちょっとね、もう俺紳士なんで。お、そういえばそう、昨日さ、なんかお使ったんですって。え、どういうこと？なんか一緒に帰ってたらしいじゃん。あー、それね。まあまあまあ、ほら、青春の一環っていうやつかな。なんかみんな噂してたよ、やっぱ付き合ってんだって。ひのこと新藤寺くんが付き合ってるってこと？うん、恥ずかしいよ。違うの？まあまだね、まだまだ、まあ今からですよ。へえ。あ、でもね、あの、まあ、昨日きのこちゃんと帰ったのは、俺ときのこちゃんの靴がなくなってたんだよ。またまた。そんな恥ずかしがらなくてもいいよ、しんちゃん。いや、ほんとほんとほんとガチで。で、きのこちゃん帰れないから俺がおぶってきのこちゃんの家まで送り届けたの。まあ白馬の王子みたいな。お、なんか思い出した気がする。なんだよ。いや、そういえばさ、昨日ね、うん、うん、今日は何しようかな。私役の研究でもするか。マジウケるよね。ほんとさ、靴なくしてどうやって帰んだろう。確かに気になるね。二人で学校泊まったりして。やりえるやりえる。なんの声だ。てかさ、マジ無防備すぎんだよね、あの二人。それね、お似合いだよね。マジでさ、私らがやってるって一生わかんないんだろうね。絶対わかってないよね。このまま二人で学校やめてくんないかな。確かにセットでやめてほしいわ。うわぁ、ゲソミとウサミだ。関わらないでよ、こう。よいしょ。ってことがあったんだよ。やっぱり、くっそ、やっぱりゲソミたちだったのか。どうしよう、このままだとまたいじめられちゃうのかな。やっぱりしんちゃんたちの勘違いじゃなかったんだね。うん、やっぱりゲソミたちだったんだ。でもどうしよう、このままじゃ。きのこ、このままじゃ学校に来れなくなっちゃうかも。はぁ、もう。え、なに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 。だから言ったのね、この役立たず。え、役立たずって俺も頑張ったんだもん。キノコちゃんもキノコちゃんだよ。え、もうなんか二人とも見てたらイライラしてきた。どこ、ゲソミとウサミは。え、ゲソミとウサミちゃんは多分女子トイレでたむろってると思う。ちょっと行ってから。え、待って待って、アオイちゃん、アオイちゃん。今日さ、あの二人来たら何する？どうしようかな。とりあえず机とか捨ててみる。うわ、ゲソミセンスありすぎ。マジウケるよね。しかもさ、あの二人昨日なんかおんぶして帰ったらしいよ。うわ、キモ。うわ、ついよね。うわ、ついね。おい、え、ゲソミとウサミ、しんちゃんとキノコちゃんいじめてるだろ。うわ、なに、また一人増えたんだけど。うーわ、まず広ぶんのやめた方がいいよね、ウサミ。それね、私らがやったって証拠あんの？あーわな、昨日聞いたんだぞ、おかけんの廊下の前でな、お前ら靴捨てた話してたの聞いてまして。なんか盗み聞きされてんだけど。マジうざくね、こいつ。うざいわ。てかさ、それ聞いたからってなんなわけ。確かに。あーりゃ、とっておきの秘策がありますが、いいんですか、そんな態度をとっても。あー、お前キモ。
それね。あー、そんな態度取るんですね。はい、わかりました。じゃあもう出します。はいはいはい、あなたたち死んでください。え、うわ、何これ、くっそ、やばい、なにこれ。いいか、青に逆らったらな、こうなるんだよ。しんちゃんとキノコちゃんをもういじめるな。わかったわよ。あんた絶対に許さないかんね。いいか、わかったらもうやるな。わかったわよ。戻ってきた戻ってきた。葵ちゃん大丈夫？え、何が大丈夫だった？葵ちゃん大丈夫？大丈夫、もう多分二人ともいじめられないと思うからさ、安心してよ。本当に？え、どうやったの？あのね、なんかシュールストロミングの匂いを、うん、あの凝縮した薬を投げておいた。そんなの作ってたの、葵ちゃん。うん、なんか護身用に持ってたんだよね。葵ちゃんってかっこいい。まあ、まあそうだね、葵ちゃんすごい、やっぱすごいわ。葵ちゃんすごくかっこいいなって尊敬しちゃった。おー、ありがとう。じゃあもうさ、あのしんちゃんもなんか余計なことに首突っ込むのやめて、きのこちゃんもさ、あの付き合う人は考えた方がいいよ。うん、ありがとう。葵ちゃん好き。え？え？どういうこと、どういうこと？待って待って待って、よくわかんない。きのこ、葵ちゃんのこと好きになっちゃったかも。え、待って待って、え、待って、俺と雰囲気良かったじゃん、昨日の流れ的に俺じゃん。え、待って、いや、しんどじくんは優しくしてくれたけど、そのタイプじゃないし、私葵ちゃんみたいな強い女の子の方が好きかも。だから葵ちゃん一緒に帰りたいな。青は嫌い。じゃあね。え、待って、葵ちゃん、葵ちゃん待ってよ。ついてくんな。葵ちゃん一緒に帰ろう。ええー。